はい、こんにちは、なのかです。今回は、あなたにそれはできませんっていうお話をしたいと思います。まあ、何ができないかというとですね、あの、今回は2つお話しするんですけども、まず人間関係で、誰か他者を自分の思い通りに変えるっていうことなんですよ。 例えばですね、コメントなんかでも多いのがですね、まあ職場っていうことが本当に多くて、その職場の誰かに自分がムカついてたり、なんか憤りを感じてる、その職場のその人の言動ですよね。で、なんか考えてることだったりこう見てて、何なんだろうこの人はって思って、なんかそれはですね、ジャッジしてるんですよね。いや、私だったら、この自分だったらこうしないのに、 あるいは、この人なんでこうやって人にこういろいろね、冷たいことを言うんだろう。まあパワハラとかですね、いじめとかありますけども。まあそういうですね、何なんだろう、この人。なんでこういうことをするんだろうって、もうすでにそれジャッジしてるんですよね。まあ自分のこの価値観と違うから。私はそういうことしないのに何なんだろうっていうことですよね。だからその人を正したいと思ってるんですよ。いやもういじめとか、なんかこうね、ひどいことはしないでほしい。パワハラはしないでほしい。 普通に生きてほしい、優しい人になってほしいと思ってますよね。それって、あの、その人にいい方向に変わってもらいたいと思ってるんですよ。そして自分がそれをなんかできる、できると思ってるんですよね。いや、本当はね、いや、私そんなことできるなんて思ってませんよと思うかもしれませんけど、じゃあですね、根本から自分がその相手をね、変えられると思ってなかったら、最初からイラついたりしないんですよ。 だって自分にどうにもできないことって人間ってですね、ほったらかすんですね。でも自分に何とかできるんじゃないか。いや、自分が、なんか例えば何か言えばこの人改心するんじゃないか。あるいは誰かに、自分はちょっと言えないからね。誰かに頼んであの人をね、もうちょっとこういい人に変えてもらいたい。誰かいないかな。私の味方になってくれる人いないだろうか。 まあそうやってですね、いろんなこのね、自分のこの思考の中で、その相手を変えられるんじゃないかって思ってるんですよ。いや、そもそも論で、いや、その相手がね、ものすごくひどい人で、もうすごく怒ってばっかりいる人がいて、ああ、もうこの人もう変わらないなと思ったらどうですかそのもうね、変わらないなって思うってことは、もうお手上げ状況なんですよ。自分にはもうこの人のことはね、どうにもできないわって思うことが、 ああ、もうこの人ダメだわって思うことですよね。まだですね、こう自分が何とかできるんじゃないか。自分がこの人を改心させられるんじゃないか。あるいはさっき言ったように誰かをね、通じてこの人を変えてもらいたい。それに自分が何かできないか。ということは自分が何かできると思ってる時点では、まだその人に執着してるんですよね。 いや、今ね、この人本当にひどいけど、いや、この人だってね、人間だから改心してね、あ、なんかね、すごくこう、いい人に変わってくれて、自分に対しても優しくなってくれて、ま、この職場全体が良くなるんじゃないか、ま、それを期待してですね、それを自分がね、できるんじゃないかって思ってる時に、 ずーっとその相手のことを考えちゃうっていうことなんですよね。まあ、それはですね、職場だけじゃないんですよ。もうコメントにね、職場っていうのが多いからお話しましたけど、もちろん家族でもそうです。うちの親って、とかね、うちの子供は、とか、ね、うちの旦那は、奥さんは、そして恋人、友達、もう自分が抱えててる人間関係で、その他者をですね、あの自分がどうにかできるんじゃないか、この人おかしいから私が変えたい。 変えてあげたい。だって私が考えてること、私のこの価値観が正しいから、この人の方がおかしいから、ね、この家族がおかしい、このね、伴侶がおかしい、あの人がおかしいから、私のこの価値観にあの、合わせてあげたい。そしたら私だって楽になる、イライラしなくて済むって思ってて、それを自分ができると思ってるんです。まだその時点ではですね。 でもですね、人間って、ああ、もうこの人ダメだ、どうしてもダメだなと思ったらもうね、お手上げになるんですよ。ああ、もう知らないわーってなりますよね。でも、やっぱりまだ自分ができると思ってるからイライラしてるんですよ。だからですね、あの、根本的にですね、人っていうのは、あの、他者のことをあの変えることができないんですね。 あの、それはその他者が自分の人生でいろんな出来事が起きていろんな人間関係で何かしら気づくあるいは学ぶ自分が本当に気づかないとその人変わらないんですだからそれをですねもう肝に銘じとくっていうことなんですよ他者っていうのはそれがね赤の他人であろうと家族であろうと伴侶 友達、恋人であろうとですね、どういう関係性であっても、その自分以外の人間は、自分は変えることができません。その本人が、あ自分はこういう生き方してたな、こういう思考してたんだ、あ、これってってこう自分を変えりみたり、あの、何かしらそういう自分っていうものをね、あの、見つめ直す機会がないとですね、人間でですね、だって自分が一番正しいと思って生きてるんで、なかなか変えないんですよね。 そして元々のその気質だったり、その人それぞれの人生のシナリオっていうのがあって、まあ、その人その人がこういう人生を生きる、こういう性格になってね、この地球でね、まあ、生きるとか、全部書いてきてるんですよ、シナリオに。それで生きてるから、この赤の他人の、あるいはこの他者ね、家族とかだったら他者、この自分がですね、その相手のですね、シナリオを書き換えることはできないんですよね。だから、ただ傍観するしかないんですよ。 もちろんですね。何かしら言ってもいいんですよ。アドバイスとか。いや、これはね、こういうふうにした方がいいんじゃないかなって、私は思うよ、みたいなね。まあ、そういうソフトに言うとかですね。押し付けるんじゃなくて、私はこう思うよって言うだけ。あの、私はこう思うから、あなたもこうしなきゃダメだよ、じゃないんですよ。それは押し付けになっちゃうんですよね。だから、私はこう思うよって、ただ言うだけでいいんです。それもですね、何回も何回も言わなくていいんですよ。 まあ本当にですね、言ってもまあ2回。まあ、本当にちょっと多くてもまあ3回ぐらい。本当はもう2回か1回でいいんですよいや。私はこう思うんだけど、あなたはね、そういうふうに考えてるみたいだけど、どう思うみたいなね。まあそうやってちょっと話し合いの場を持つとか、まあそういうふうにね、するっていうことなんですよ。でもそれでですね、あのすぐにその相手が変わるわけじゃないっていうことは肝に銘じとかないといけないんです。 他者っていうのは、あの、自分以外の人からいろいろ言われても、自分がそれを本当に理解できないうちはですね、あの、受け付けないんですよね、他者のこの意見っていうのを。そうじゃないですか。皆さんだってそうだと思うんですよ。自分がこれが正しいと思ってみんな生きてるんで、それをですね、いや、それはこうなんじゃないって言われても、えー、ってなるんですよね。でもそれを真摯に受け止めて、 ああ、そうか、私そういうとこあったかなって思う人ももちろんいるんですよ。いるんだけど、まあ、対外があんまりいないっていうことなんですよね。だからそれはやっぱり他者がどうこうできることじゃないからなんです。それはその人の人生でその人が気づく、学んで、 自分を改心して変えていくことしかできないんですよ。だから職場のね、そのパワハラをする人だったり、まああのコメントなんかであったんですけど、なんか仕事を全然ね、なんかこう楽な仕事ばっかりしてる人がいるんですけど、どうしたらいいんですかっていうコメントもあったんですけど、いや、どうしたらいいんですかじゃなくて、いや、その人はそういう生き方をしてるんで、あの、その人の価値観で生きてるわけなんですよね。だからそのコメントの方がイライラするかもしれませんけど、それはですね、イライラする必要がないんですよ。 あの、それはね、今回お話しましたよね。あの、他者を変えることができないからなんです。そういうね、楽な仕事ばっかりして、はためにはね、本当にサボってるように見えるかもしれませんけども、でもですよ、その職場でその人がまだずっとね、居続けてて、まあ、特に上司からも注意もされてないんだったら、まあ、それはそれでそこでね、あの、存在してるっていうことですから、 別にそのコメントの方がイライラする必要がないんですよ。そのコメントの方は、そのコメントの方の価値観で生きられてるわけですから、自分がですね、あの、いい生き方と思う生き方をすればいいんですよね。だからそれはもういちいちですね、あの、いいんです。もう気にしなくて。あの、自分は自分の生き方をそれでいいと思うんだったら貫けばいいんですよ。でもそれもですね、自分がそれで負になるようだったら改めなきゃいけないっていうことなんです。もっと楽に、 人をですね、いちいちジャッジしない。あの人おかしい。この人ってとかって、この、いちいちジャッジするからイラつくんですよ。もう放置でいいんですよ。まあ、それはですね、私のこのチャンネルでもうほっとけっていうね、もうその動画たくさんあります。いくつか作ってますんで、まあ、他者のことはどういうふうに見とけばいいかをですね、そこの動画でですね、ちょっとあの、いろいろ理解していただければ楽になっていただけると思います。 あともう一つのパターンで、あの、あなたにはそれはできませんよっていうことは、人生においてのたらればですね。もうこれも本当にですね、あの時私ああしとけばよかった。私がああしなかったからっていうね、あの時っていうその過去ですよね。その過去のたらればをですね、ずっと未だに、もう過去は過ぎ去ってて、今を生きてるのに、その過去のことをずっと言ってる方がいらっしゃるんですよね。 で、私がですね、このね、チャンネルを4年7ヶ月8ヶ月やってきまして、まあ、今まで本当にたくさんいろいろね、コメントいただいてきました。その中でピックアップすると、そのやっぱりタラレバですよね。私があの時ね、あの人に対してこうしてあげればよかったんですかね、とか。まあ、本当に苦しまれてる方がいらっしゃるんです、タラレバで。 でもそれはですね、もう過ぎ去って、あのもう今じゃないんですよね。だからタラレバってあのないんですよっていうことなんですよね。そういう動画も出してるんですけど、あの、それはそれでその方の人生経験として経験してまして、じゃあ何のために今後悔しているような状況になっているかというと、そこからですね、後悔じゃなくて、あ、私はあの時ああいう生き方をしてたんだ。あの人に対してこういう接し方をしてたんだ。 それをですね、自分が何かしら気づいて、次に生かす。生かすために経験してるんですよね。だから、あの時の後悔をずっと引きずってるんですとか、その後悔は別にいらないんです。後悔じゃなくて、気づきと学びなんですよ。それをですね、ちゃんとこう自分の中に、あの、ちゃんとね、入れて、それで次にまた、あの、いろんな体験をする時に役立てる。それでいいっていうことなんです。 そういうためにいろんな出来事とか人間関係とかそれはですね経験してるんですよね。 あとはですね、あの、生死に関わることもね、本当にね、後悔とか、あと、憤りとか持っていらっしゃる方がいて、やっぱり大切な人を亡くされたとかね、そういう方がですね、私があの時ね、もっとこうしてあげればよかったんですよね、とか、私はもうダメです、もうすごく後悔してますとかね。まあ、それもですね、あの、その人の生き死にも、その、あの、亡くなられた方の人生のシナリオで、あの、寿命っていうのが決まってるんですよね。 だから、そのね、あの、今苦しまれている方が、どうこう、しとけばよかったっていうことはですね、それはないんです。あの、だから自分を責めたりとか、あの時とか、たらればをですね、考えて苦しむっていうことはいらないんです。それを自分が、あの、しとけばよかったっていうのはできると思ってらっしゃると思うんですけど、いや、できないんですよ。だってもう過去のことなんで、あの、過ぎ去ったことで、今、ああ、しとけばよかったっていうのはできませんっていうことなんですね。 だから、あの、そこまであの、ものすごく奈落の底に落ちたり、絶望したり、自分を責めたりとかはしなくていいんです。ただ、あの、その人の人生のシナリオの寿命で、その方は亡くなったから、まあ、お疲れ様でした。ね、私と関わってくれて、出会ってくれてありがとう。いろいろ思い出をね、くれてありがとう。幸せだったようで終わりっていうことなんです、まあ。そしてもう一つもね、これも本当に多いんですよね。あの、それは自分がですね、この赤ちゃんをね、産んどけばよかった。 あの時っていうね、あの自分がですね、赤ちゃんを産めばよかったとか、そのね、あの赤ちゃんのこの授かりっていうね、授かったか授からなかったかっていうのを、私がもう一人産んどけばよかったっていうのもありえないんです。だってそれってこのね、あの自分のこのシナリオに組み込まれて、自分が何人子供を産むかっても決められてるんですよね。本当によくね、こう、この鳥がどうのとかね、神様にお任せとか、 まああの本当にね、授かり物っていうことでね、あの、それってですね、こう自分がどうこうできないんですよ。自分の意志であの時埋めばよかったじゃないんです。そんな力ないんですよ、自分に。この人間一人に、そんな壮大な偉大な力はないんですよ。 だからそこもですね、やっぱり自分っていうものをものすごく大きく捉えてて、自分にはそういう力があるんだ。自分がこの人生をあの時こうしとけばよかったのにって、それをできたのにしなかったっていうある意味ですね、まあ、それちょっと言葉あれですけど、おごりなんですよね。やっぱり自分にそういう力があると思っちゃってるんですよ。だから私がそれしなかったからすごく後悔してるっていうことなんですよね。 いやでもですね、そんな力ないんです。もう神様、宇宙、もうそういう大きな壮大なものが、もう本当に授けてくれるかどうか、それでそれはもうシナリオに組み込まれてるから、まあそういう大きな目線で見れば、あ自分にはそういう力はないんだと思えばですね、あの時とか足らればをですね、考える必要がないっていうことなんです。今ある幸せをただひたすら感謝して、あるもの、足るを知ってですね、 あの本当にこのね、大きなこの力に感謝してですね、大きな力に感謝とか言うとなんか宗教っぽいんですけど、これ宗教じゃないんですよ。私何の宗教も入ってませんからね。いや本当にですね、それがもう本当に原理原則でこの宇宙のシステムなんで、まあそういうふうな言葉を使うしかないんですよね。だからですね、そういう大きな目線で物事を見れば、この自分一人にそういう力はないんだっていうことを、あの本当にですね、あのもう実感するっていうことなんですよ。 だからひたすら感謝して今生かされてることに感謝して、あるものに感謝して、あ,あ、本当にこれが自分にはあるんだっていうことなんですよ。そっちを見て生きるっていうことなんですよ。だって宇宙は与えてくれてるんですよね。ちゃんと与えてくれてるものがあるんですよ。でもですね、そういうふうに言ってもですね、いや、私には何もないんですっていう人いるんですけど、あるんですよね。 まあそれはですね、他の動画でももう何回も言ってるんで、まあここでね、繰り返すとくどくなっちゃうんでも言いませんけど、皆さんお一人お一人にちゃんとですね、足るっていうものがあるんですよ。足りてるものがあります。だからそこをね、見るか見ないかなんですよ。いや、私はもう不幸なんですよ。私は本当に辛い人間で、 私は本当にね、過去いろんなことがありすぎて、もうズタボロなんですよってね。いつまでも過去のことを言って、過去に執着して、それで他人をジャッジして、私にはね、幸せはないんだ。私は常にイライラしてる人間なんです。ああ、もう嫌だ嫌だって言ってる。そういう生き方をしてていいことがあるわけないんですよ。だって宇宙は見てるんですよね。神様って本当にあって、ちゃんと見てるんですよ。 だから、本当にありがたいです、嬉しいですって言ってる人に、あじゃあまたこのね、楽しいことを与えよう、嬉しいことを与えようってするんですよ。それでまだ気づかなくて、樽を知らない人、不平不満を言って、愚痴を言って、過去に執着して、誰かを恨んだりしてる人たちには、ああ、そういう生き方はね、その人にとって良くないから、じゃあ気づかせなきゃいけないから、またちょっとショックなことを起こそうとするんですよ。だってショックなことがないと人間ね、気づかないからなんですよ。 だからいろいろ起きるのは自分が気づくためなんです。自分が本当にいい生き方、自分が幸せになる生き方に気づくためにいろんな出来事が起きて自分が今関わっている人たちといろんな関係性があるんですよ。だから目の前の人がイラつくとかムカつくとかひどいと思うのはそこから何か気づかなきゃいけないからなんですよ。 だから気づくためのその思考法とか物事の捉え方をですね、私のこのチャンネルで一つ一つお話ししてますんで、まあ根こそぎに見てみてください。まあそうすればですね、いろんなことに気づいていただいて、まあ少しずつですね、自分を変えていただければですね、本当にこう波動も上がって世界線が変わるんで、もう本当にですね、あ、人生ってこういういいこと起きるんだったんだなーってね、いやずっと辛い辛いって言ってたけど、あ、なんか人生っていいじゃんって、 思えるようになりますんで、まあ、ちょっとですね、いろいろね、あの動画を見てみてください。ということで、このチャンネルの動画でですね、あのお話ししている、お伝えしたいこの言葉をということで、 絵の横に書いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるようにお役に立ててみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、あの、既存のね、あの、みんなの方に出品して、 いいる作品のののの中からあのあんままり書き込みみ量が多くないもののみ受け付け付ててすすそして言葉はですね皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければあの短いね一言でもいいですし長文でもね今までオーダーを受けてましたあのたくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それもあの受け付けてますのであの是非ですね本当にこう私をねあの動画だけじゃなくて絵の方でもお役に立ててみてください。あの心込めて 1> 1点一点、こう、原価でですね、手書きであの書いてます。あの印刷物じゃありませんので、そして、あの、写真よりですね、やっぱり、こう、実物の方がね、全然いいです。<laughs> あの、写真はちょっとね、なんか暗め,めに写ったり、なんかこう、色がね、あんまりこう、本話かね、写ってなくて、ちょっとこう、暗めに写ったりしてますんで、まあ、本当にですね、こう、実物を手にしていただいてね、あの飾っていただけたらなと思ってます。そして、あの、今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね、それはですね、あの、コミュニティっていう場所、 そのところにあの随時ですす。ね、あの投稿させてていいただいてます今まで本当にですね、あのご感想いただいてありがとうございました。で、そして、インスタの方にもね、あのレビューっていうところをあのまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、あのアクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、いろいろですね、あの私をお役に立ててみてください。では、今回もありがとうございました。